あれ今不思議に思ったんですけど、はい、あのお笑いの方と声優さんですよ出てきてるの。そうです。空気が似ている。なぜだ。事務所が一緒っていうこと以上に何かシンパシーがあるんですよね。なんだかわからないですけど、ザ・タッチと大橋さんの相性がいい感じがすごい。あ、本当ですか。本当ですか。はい、はい、高さが同じぐらいです。あ、はい、だいたいサイズが同じぐらい。背のサイズが同じぐらいです、はい、確かに三つ子って感じがしますね。はい、おいおいおい、ちょっとちょっとちょっと合ってる。さすが。あれでも事務所同じですけど共演初めてなんです。共演初めてです、はい、今日初めて会いましたね、はい、そうなんです。今日初めて会ったんですか。今日初めてお会いしました、はい、全然そんな感じしない。生まれる前から一緒だった感がちょっと漂っておりますけれども。あれだ、口元の形が同じなんだ3人とか。はい、ね、幸せな気持ちになれるっていう、 そう、小柄か感が、ね、表情の感じとかも似てらっしゃいます。似てますね。天真爛漫感が多分、はい、それではじゃあそんな中三つ子の大橋さんはどういう性格ですか。え、そうです。私は大橋彩香さんについても、はいはい、ご紹介させていただきたいと思います、はいはいはい、2011年第36回ホリプロタレントスカウトキャラバンにて次世代声優アーティストオーディションのファイナリストでございました、はい、ニックネームはハッシーでーす。ハッシーでーす。ハッシー、はい、ごめんね、私はヘゴって呼んでるんだけど。あ、で、なんかいろいろあるんであだ名が好きな、そうですね、はい、あのなんかヘゴヘゴチンヘゴチンヘゴチンって言われてるって聞いて、みんなにね、ファンの皆さん理由が全然わかんないですよ、うん、大橋ですもんね。そうですね、うん、名前からはとても想像がつかないと思います。後で楽屋で、あ、わかり、教えいたしますね。わかりました。隠しコマンドを、はい、そんなにもったいぶらなくても一言で済むからいいんじゃないの。マイクへゴチンって書いてあったのをヘゴチンって読んだことがそこの発祥ですよね、もともとね。そういうことですね、そう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 、読み間違いってことですね。読み間違いです。ええ、なるほどなるほど。嫌な、嫌なあだ名つきましたね。そうだ、失敗があだ名になるっていう。はい、でもなんか愛されてるあだ名ですよね。そうですね、ファンの皆さんに。なんかオンリーワンな感じがして。あー、なるほど。すごい、確かにヘゴチンなんてあだ名他にはつかないかも。いないです、本当に。で、今あの声優界で一番モノマネされる声優ナンバーワンなんですよ。あ、え、どういうことですか。いい、そんなことないですよ。なんか喋り方が結構モノマネされることが多くて。あー、なるほど。はい、でもなんとかわかんないけど演技の時だけはちゃんとしてるんですよね。なんでなの、むしろ。そうなんですよね、うん、そしてもちろん声優としても活躍していらっしゃいます、はい、アイドルマスターシンデレラガールズやバンドリに出演中の声優さんでございます。それこそだって大橋さん実はゲームだけじゃなくて、うん、この間武道館でドラム叩いてますからね。あ、そうなんです。そうそうそう、すごいですね。リアルにバンドやったり、はい、それもできるんですか。武道館立ってるんですね、もう。あ、そうなんです。うわーうわー、あの後輩ですけどよろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。え、武道館にと関して言うと武道館で歌ってもいるし、すごいっすね。中村さんも思いっきり武道館で歌ってますから、ね、あ、そう、あ、すごいっすね。いや、そんなことないです。ヘゴチンだ。ヘゴチン、ヘゴチン増えた。え、ちょっと待って、今そこでザ・タッチのお二人がいて、すみません、中村さんあちらに行って立っていていただくと、はい、あのザ・タッチとザ・ヘゴチンが二人いる。双子二組。ザ・ヘゴチンって何ですか。すごい。ヘゴチン、ザ・ヘゴチン、新しいの。いや、ヘゴチン相当ゲーム好きですよ。ぜひよろしくお願いします。お願いします、ヘゴチン。えい。さあ、そして中村さんは